さて、海に住む生き物に触れ自然への理解を深めてもらおうと、今日串本町で小学生のマリンスクールが開かれました。このマリンスクールは海の生き物との触れ合いを通じて子どもたちに自然を守る大切さを知ってもらおうと串本海中公園が毎年開いていますが、去年と一昨年は新型コロナの影響で中止されました。今日は串本町の小学5年生と6年生合わせて14人が参加し、海中展望塔で魚の名前を学んだ後、水族館のバックヤードではヒトデや脱皮した伊勢エビの殻を触ったり、水槽の生き物に餌をあげたりしました。また子どもたちは串本海中公園で去年と一昨年生まれた赤ウミガメ7頭を海岸に放流しました。町立潮岬小学校の6年生坂本康介くんは海に興味があって自由研究しようと参加しました。サンゴを育てるために太陽が当たるよう天井をガラス張りにしていることに驚きましたと話していました。